さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ吉高です。やっと乗れました。いやー、縁がなかった。ほんとね、まあだからそういう時もありますよね。何をどうやっても求めていても縁がないみたいな。ご自身でもマナブさん買われているので、まあだからこそまあいろいろ扱えるのもありますけれども、もちろんね、やっとですよ。もうの、なんかドタバタしてるでしょ。頭パニクってます。今日ね、ちょっと全然違う話からしていいですか。もうぐちゃぐちゃなんすよ、スケジュールが。お盆前です、最後の、まあ木曜か。でも明日は僕曲がりが行かないといけないので、だからお盆前の最終日金曜が曲がりが入れてるから僕はこんなに追い詰められてんだろうな。まあまあそれはいいとして、さあ250、ちょっと待ってください。今お借りしたばかりで時間がないので、ほんと昔ながらの感じですよ。昔のイカライフってほんと何にも事前準備しないですよ。価格も知らないし、サイズだって知らないしとか、そんな状態でやってたんですけど、まあ今でもだから基本そうなんですよ。あとは頭の中で勝負みたいな。3、2、1、GO。 はい、ディーゼルエンジン500ニュートンですもんね。これ 2.8 リッターターボでしょ。うん、ガソリンがあるけど、ガソリンは VX だけのグレードですもんね。あ、これ開けとこう。はい、気持ちいいもんね。これ何のグレードかは、はい、スタビバーオフである。スタビバーオフしてみよう。これで走れんのかな？僕初めてなのでわかんないですよ。今オレンジ色のマークがビカビカついて、ああ、これスタビオフになった。スタビオフで行ってみましょう。スタビオフで3、2、1、5やる？やって、まあ、とりあえず加速にはそんな影響しないでしょ。え？影響する？じゃあスタビオンにしとこう。やっぱでスポーツモードに入れとこう。ドライブモードね。これ何？このボタンなんでしょうか。ドライブモードのところにあの光ってるんですけど、これ押しても何も変わらない。ドライブモードって書いてあるんですよ。でもドライモードセレクトこっちにあるんで、これなんでしょうね。オンオフでもないしね。で、あ、ごめんなさい。これだから、ZX グレードですよ。だから、ZX、VX、あとゴミの G、GX か。だから、全部 X なので、だから、ランクルだから、四輪駆動、X マーク。だから、いつも通りで Z、V、G みたいな。さあ、行きましょう。僕、初乗りですから、ほんと。後ろは、まあ、普通に、ヘッドレスト倒れるようにしてほしいかな、後席。ちょっとヘッドレストが後方の振り向きは、ちょっと邪魔をする。さあ、いきます。スポーツモード、オッケー、オッケー、オッケー、全部オッケー。3、2、1、ドン！いけ、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 いやー、トランスミッションもうちょっと頑張ってもいいかなーとかって感じはするかなー。なんか、カチャカチャ言う。ちょっと待って。あ、中に入ってるよね。やっぱ、若干乗り味で言うと、カチャカチャ言うのか。いや、なんか、ちょっと、いろんなことが起きているぞ。うん。いろんなことっていうのは、いやでも運転はしやすいか、すごい運転しやすいか。え、じゃあちょっとスウェイバーってスタビバー、あ、速度が出てるとオフにできないの？そういうこと？そういうことですね。ちょっと左行こう。いやなんかね、そういう車、感覚的になんかシャキッと走ろうって感じじゃないですね。 ZX グレードスウェイバー入ってるでしょ。これ20インチのはずなんですけど、 ZX って一番これシャキッと走れるスポーティーグレードなはずなんですよ。20インチがついてて、他みんな18ですよね。他だから ZX だから、これだからそのぐらい見とけよって言われそうですけど、いやいやいや、全部そういうの先入観になるんで嫌なんですよ。そのぐらいなんかね、これはちょっと向き合いたいなって。まあランクル大好きなのでね。でかなり300寄りです。70寄りだったらすっごい嬉しいんですけどね。なんかまあプラドって言ったら怒られるけど、僕これが300でもいいんじゃないって思うけどね。なんか昔ながらのランクルっていう感じのイメージだ。僕はもう古い人間ですよ。だから40シリーズのランクルも持ってるぐらいなので、まあ正確には43ですけど、ロングボディなので。だからそういう人間なので、僕みたいな人がこの車を乗った時に、例えば僕ディフェンダーもラダーフレームやめてモノコックボディになった時にすげえブーブー言ったじゃないですか。 G クラスも今のバカ売れしている超大人気の今の最新型 G クラスになった時にもブーブー言ってるじゃないですか。昔の一個前の方がいいみたいな。今はそうは思わないですけど、だから僕が言いたいこと何だろうかわかると思います。
でもどうだろうな、プラドもう仙台モデルから結構乗りやすい形になってたので、でもここまで乗りやすくはなかったよね。だって電動パワーステでしょこれ。目つぶってたら300じゃないのって言われても全然300で通じると思う。そういう乗り味普通。なんかこれを乗っててなんかさ、ちょっとラフロード行きたいよねっていう感覚は乗り味からはあんまりない。だからラングラー乗ってる時みたいな、縁石見かけたら、いやちょっとあの縁石乗ってみたいんだけどみたいな、そんななんか衝動には駆られない。あーちょっと運転支援今任せてるんですよ、外行っちゃうか。うん、まあこういう感じの運転支援です。まあでもまっすぐな時には結構精度高くいってるので、まあ長距離とかはとっても楽だと思います。渋滞支援もついてるので、渋滞中は前走車をマークしてそれに対して追従してくれるので、なのでまあ運転支援はまあ安心してくださいという。まあでもアシスト力はそこまでベラボーに高くないので、まあ要所要所で自分でちゃんとサポートはしようねっていう。いやーなるほどね、こういう味になったんだね250ね。誰にでもおすすめかっていう方向に完全なる振られてます。だからランクルに対してランクルってこうだよねみたいなのが強く思ってる方であればあるほど、もしかしたら納得しない要素もあるかもしれない。だからちょっとファッションの部分で乗るっていうのが僕の中ではメインになるかな。 3,2,1,5 スポーツ500ニュートン、エンジン、うん、エンジンだけがなんか昔ながらのちょっと雑味あるぞみたいな。でもシャーシはすごいしっかり、ボディ剛性も結構高い。足回りがこれタイヤマジこれなんだ、これ ZX なので、この ZX で20インチでこの感じのあの旋回感のこのふにゃ感、タイヤが結構動くんだけどなんでこれでいいのかな、ちょっとわからん。これが20インチだったら他のあれ、他の VX とかってオプションで20にできんだっけ、みんな20にしていいんじゃないって思うけど、まあでも乗り心地ちょっと今度 VX 乗ってみたいな。 VX だってこれ以上にタイヤプワプワになるわけでしょ、18インチになるわけでしょ。いやすごそうだよね。そしたら18インチプワプワな世界、これと足と組み合わせて、今もちょっとさっき簡単に振ってみた時にあれ電線入ってるので、あのググググってブレーキ制御入ってるんですよ。だからそのぐらい結構動くというか、だから ZX だよね。だって川でしょ、この辺りが川になってて、スウェイバーの要はスタビーのバーのこのディスコネクト今オフにしました。ちょっとこれ走ってみよう。はい、コンフォートで行こう。はい、スウェイバーはこの状態で低速だとできるんじゃないの。はい、オフになってます。ちょっとこの状態でまあ速度出していったらどっかでスタビーはガチンとくっつくと思います。はい、だからスウェーバーのコントロールがついたのもプラド初ですよね。あ、だごめんなさい、250初ですよね。どうしてもプラドって言っちゃうよな。やっぱね、ヘッドレスト畳めるようにしてほしい、パコって前に。そうすると後方視界が、うわーはは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 はあ、重そうですね、手伝いましょうかっていうぐらい、超なんかね楽しくなった一瞬で。いや僕だからやっぱおかしいんだな僕の感覚、このぐらつきがあると、いやこれだよねプラドはっていう、なんかそんな感じ。先代のプラドよりも今この状態ではぐらつき。ちょっと待って、これスウェーバー関係なしであのぐらい動くのかな。ちょっと待って、ちょっと今スウェーバーは、ちょっと待って、これスウェーバー入ってます。ほらさっきと全然違うもん。違う、やっぱさっきグワングワンだったね。いやちょっともう一回止まらして、もう一回止まらして、ここでハザードつけては止まれないから、もうちょっと迷惑じゃないところに行って一回スウェーバーカットやってみたい。いや面白かった。いやああいうのがあるとなんか、いやこの柔らかいストロークぐにゃぐにゃする足生かしてオフロード行きたいよねとかっていう、ちょっと直感的に思う。ちょっと今もうほんと周り車いないんでね、橋の上はやめて、これ覚えといて、覚えといて、信号枯れ枯れ、歩行者信号赤だぞ、歩行者信号赤、黄色、おいになった、いい、最高。さあここでじゃあもう一度スウェイバーを、はい、オフ、
ちなみにデフロックついてます。センター、リア、フロントは関係ないですね。はい、センターはこれトルセン LSD だったはずです、これ250は。で、リアは通常ですね。うん。ビューボタン、いやー、このあたりのカメラ技術はいいよ。でも僕ほんといつも思うのが、このほんとね、ドアミラーの横を見たいんですよ。この状態で見たいんですよ。だからこっちの見切りが悪いじゃないですか。まあ正直悪いんですよ。車大きく感じるんですよ。まあもともと大きいですけどね。これで約2メーターなので幅。だから大きいんですけども、だからその時にカメラ技術でもってこっち見たいんですけど、だからその時にこれだと見れないじゃないですか。だからこれちょっと気になるところ。だから俯瞰の映像ももちろんいいんですけど、この時だけはタイヤの脇とか、さ、ちょっと待って、バイクさんが行ったら安心感がある。はい。よし。ほら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 、わははは、いやー、もうオンになっちゃった。はい、スウェーバー入っちゃった。いや、すごいね。これ面白い。これ ZX グレードじゃないと、これないんですよ、このスウェーバーが。VX もないし、GX もないんですよ。これ ZX だけの特権。だから ZX 高いよね。700前半だって、もうちょっと頑張ったら、もうちょっと頑張ったらっていうか、300グレードによっては普通に簡単に手が届くもんね。300との価格差、だいたい50万から70万くらいでしょ？そうなんだよね。まあだからその名の通り、250と300、ある意味まあ近いじゃないですか。いや、面白い面白い。ちょっとホールドも試しましょう。ああ、前方確認してください。脇見を、はい、すいません。検知しましたと。まあブレーキもほどほどに良くて。さあ、待って、これハンドルセンターずれてないか、結構。おお、結構、滑らか。車が重たいんだね。重たいから、自然と、デリケートに動き出す感じ。まあ、まあ、いいんじゃないですか。結果として。加速力はね、もうちょっと欲しかったなっていうのはちょっと思うところ。なぜなら、さっき高速道路で加速した時とか、ちょっと重さを感じる。まあ、これで 2.4 トンか。ですもんね。だガソリンになったらこれより120キロぐらい軽くなるんでしたっけ、確か。なので、2.4 トンじゃなくて、ガソリンだと1280とか、そんな感じになるの？そんな感じですよね。個人的には、これサンルーフあるならもうちょっと存在感、これ帽子取ると、あ、でもかすかにちょっと入ってくる、このあたり、空が。結構前の方に頑張ってつけてくれた感じはする。まあ、だからいいんじゃないですか。あの、普通のサンルーフより全然いい。あの、視界に若干入る。意識に入る。さあ、乗り心地チェック！ 3、2、1。これ ZX だよね。これ限定車？もしかして。限定車って ZX でも20インチじゃないとかありえんの？ちょっとわからん、これ。18、いやでも18でも最近のタイヤ剛性結構ファットなタイヤでもあり得るね、これ 18?20 でこんなにやっこいわけないんだよね。こればっかりはダメだ。こっから先は進まない。これは確認しないと、すいません、タイヤ見させてください。これ、あの、ちょっとは、初めてかもしれないけど、これ読み違えると、僕のこれを予想だけでこれを言っちゃいかん。あの、結果が変わる。ちょっと待ってください。見てきます。何この車。なんだこの車。僕これ知らない。いや、ZX よ。ほら、シートもこれ前出るでしょ。これシート前出るの ZX だけなんですよ。これシート。あの、VX とかでも、あの、パワーシートなんですけど、この調整、あの、座面調整だけがついてる。座面調整ついてるの VX じゃないや、ZX しかないのに、一番上730万ぐらいでしたっけ？しかないんですよ。ZX って20インチなんですよ、標準。でも、何これ、レスオプションがあるってこと？ランクルだからあり得るね、レスオプション。これ18インチ入ってたんですよ。だちょっと僕の知らない何かのグレードとかあったらすいません。なるほどね。だから全部、あの、はい。改善しました。18インチでーす。いや、これめっちゃいいと思う。なるほど。先言ってよーって、先見ろよーって言われそう。いや、これ最高っすよね。僕がもし250を買うとしたら、僕ほんとこの仕様、
なんか考えてた。これができるんですね、簡単に。こう、候補者としてこれをやってるってことは。だから、やっぱ ZX にしてスウェーバーとかをつけてオフロードを走るためには、やっぱスウェーバーオフが、このスタビライザーオフがついてるのって絶対的にいいじゃないですか。だからこれつけたいんですけど、それ選ぶと20インチになっちゃうっていうのが、僕ちょっとね、純正のそのサイズが気になってたんですけど、18インチがこれ選べるってことですね。いや、そりゃそうだよね。ランクルだもんね。まあだからこんな、うん、なんか乗り心地はいいし、でも高速道路ではちょっとふにゃつくとかね、そういうのはあるっていう。僕はふにゃつく車とか大好きなので、さっきあのスタビライザー聞いてグニャングニャンしてるので、あんな拍手するぐらいの感覚の人なので、ね、あとまあ250で言うと、だから普通の車の感覚プラスアルファちょっと個性的っていう感じで、だから300ほど全部が整ってるわけじゃないけども、300よりかはちょっと運転してる感はあります。300の方が全部がなんか守られてる感じがあって、ゴージャスな感じがあって、若干車との若干距離で言うとこっちの方が近いかなっていうね。うん、いや、なんか18インチって分かった瞬間気持ちが違う。これちょっとオフロード行ってみたい、この車でって思う。うん、そういう仕様。20インチでさ、スウェーバーのオフがついてても、スタビライザーオフがついててもオフロード行きたいってあんま思わないもんね。一発でホイールガリって終わっちゃうもんね。まあなので、なんか18、まあ本当だったら16とかも設定あったら嬉しいですけど、うん、16はブレーキが入らないかもしれないですね。 2.4 トンあるから16インチのブレーキで、今で言うと安全性含めてで考えると難しいんじゃないですか。 2.4 トン止めるのに16インチのホイールに入るブレーキ能力、うん、厳しいよね。ちなみに250ゴミちゃんどうって、もう一回フル加速3、2、1、ゴー、頑張れ頑張れ。減速、重い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 、しなやか、ボディ剛性ある、ゴー、すいませんっていう、すいません、本当あの煽ってるように見えちゃうだろうな、これ迫力があるから、この顔。まああとはこれ好き嫌いかな。まあ250、あの好きか嫌いかで言ったら好きで、その好き、僕はこういう車好きじゃないですか。だからそういう延長線上でこういう車好きです、クロスカントリー系とかラブロード走れる車好きです、だからまあ好きですの部類には入ります。でその上で超好きか欲しいのかみたいな形で言うと、いや正直、まあいつも正直だけど、300が欲しい、これを買うならってなっちゃうよ。じゃあ300じゃなくて250を買うって言った時に、いや70まで行っていいんじゃないって思う。いやダッシュボードがね、一番は僕これダッシュボード高いんですよ。だからすごい圧迫感があんの。だからなんか除雪車とかなんかね、作業車乗ってるような気分になるっていうのかな。なんかオフロード車ってもっと周りがすげえダダ見えてて、ラングラーとかも実は結構これ低めなんですけど、だからこの高さで欲しいんですよ、この高さ、ダッシュボード。だからこの高さをマックスとした上で、モニターとかメーターとかのラインが欲しいんですよ。そうなったらこれすごい開けた感じになって、この圧迫感もなくなって、オフロードを走るんであればなんかそういう感じが欲しいかなっていう。これが高くなって、なんか外界との遮断みたいな、包まれ感みたいな、だからレーシング感みたいな感じですけど、だからそういう世界になってくると、まあ300とかそっちの方でもっと包まれたらっていう感じにもなっちゃう、そういう感じ。あとはエンジンも力強いんだけど、なんだろう、3、2、1、5、まあ力強いからこれはいいのか。なんかエンジンも遠くにいるのか近くにいるのかが若干その距離感が分かりづらいっていうのかな。300ぐらいもっとなんかスッと防音箱じゃないけど若干包んじゃうのもいいのかなとか。まあでも250いいのか。どういう方におすすめなんだろうっていう、いやちょっとまあ率直に言うとね、だからキャラで言うと300めっちゃ立ってる、70すげー立ってる、これはあるじゃないですか。まあ300は300でもう、だからそれはラフロード走る感じじゃないよねっていう、まあ GR があるけどねっていう。いやなんかね、僕プラドはだから今回70が500万ぐらいでしょ、いや違ったっけ、
だからなんかこれがもうちょい安く来てくれたらって思うんだよな。例えば一番安い GX なんかはもう400万台、だからこれ全体的にあと70万ぐらい下がってくれて、だからこの ZX 一番上が なんだろう600万後半ぐらい、あと50万、40万ぐらい下がって695万円ぐらいだったら、なんかでそれに合うようなちょっとずつなんか なんて言うんだろう雑になってもらっちゃ困るんだけど、なんかそんなオンロードで、オンロードメインじゃないんだからさ、みたいな、そこまでそういう性能いらないんじゃないみたいな、うん、いや難しいなこれ、どこにも正解はないな。まあかっこいいから今回売れるでしょもう、うん、それだけで正義ですもんね、正解ですもんね、うん、でもなんか本気でラブロードとかまで考えるんであれば70がおすすめで、でも高速道路長距離とか超疲れるので、だから高速道路とか長距離とか行くとかそういう感覚であれば、あ、そうなったらそうか、そう考えればいいんだ。70、僕もう70の試乗の時にも言ったかもしれないですけど、街中スペシャリストって僕は思ってるんですよ。だから高速道路を乗るんであれば、だから70あんまおすすめできないっていう。でその時に300に一気に行っちゃうのはあれだから、だからこの250っていうのがまあいいのかもしれないですね、うん、っていうお話でございます。まあなので今ね、ちょっと昨日の雷でゲートぶっ壊れちゃったっていうんで、今頭全部そっちにいっちゃう。何話したかもう全部忘れました。まあだから、あ、そうだ、だから70はそのあれでしょ、長距離含めてちょっと苦手だよっていう。僕は短距離スペシャリスト、街中スペシャリストだって思ってて、でもだからといって長距離から300っていうのは行き過ぎだよねって、それで考えると、だからなんか生活に寄り添う形のバチッとしたバランスのいい仕立てでこれはいいんじゃないですか。だから長距離も行けるし、ラフロード行こうと思ったら行けるし、だからザ・ランクルみたいな世界はこれかもしれないな。いや 70?いやでも70はさ、もうマニアックでしょ。ランクルのことを昔から知ってる人はザ・ランクルって言ったら70って言うかもしれないけども、でも本当の70ランクルの世界はこれなんだと思うな。250な気がするな。長距離も行けるし短距離も行けるし、ラフロード行けちゃうし、で高速道路とかだって落ち着き感あるし、だからスウェーバーついてるしね、スウェーバーカットついてるし、だからそういうのは言えるかと思います。300になっちゃうとちょっとね、あれは高額になりすぎちゃうとか高級になりすぎちゃう感じはあって、だあれはあれで、だからなんかレクサスとかの LX とかを知りながら育った人たちは、あれこそランクルだっていう方もいらっしゃるのかもしれないですけど、いやそう考えるとトヨタさんすごいですね。70、250、300、ランクルの世界でもこれだけ多種多様な好みに応じてのモデルを用意してるって、最近の充実ぶりやばいっすね。全方位の全方位の抜け目なくの全方位網羅してるこのラインナップ、お見事っすよ。僕ラングラーあるんで、だからこれが今あ欲しいってなんないですけど、70は他には類ないので、だから70は欲しいなと思いますね。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではでは失礼いたします。いくらほ今日のおまけ動画は内外装になるんですけれども、もう端的に行きましょう。いや、メインの中に入れようとかと思ったんですけど、もう他の方々の情報でもう溢れ返ってますもんね。まあ、なので僕がわざわざ今はここでやるっていう必要性があまり感じず、はい、今日はおまけ動画です。これだから僕がスウェイバーってもう、だからスタビライザーのバーですよ。これをだから押してあげると、ここにチカ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 って、だからこれでチカチカついたじゃないですか。はい、これでカットされました。だからこれでスタビレスと一緒です。だからスタビライザーがないと車がグワン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 動きます。だからオフロード走る時にはスタビライザーがあると、あの荒れた道とかを、要は左右での高さ違いですよね、そういった道を行きにくくなるので、タイヤが浮いちゃうので、このこれを押してあげるとオフロードちょっと強くなります。
っていうのがあります。あとは H4、L4 とかもうこの辺り全部電子制御で、でこれ分かりました、ダックコントロールとかクロールコントロールとか分かります。だからそれを選択してるとき、例えば MTS とかのね、これオフロードとか走るときですけど、その時にこのドライブモードセレクトが、だからそのこれ今 MTS にしてるので、はい見えます、ディープスノーとかマットサンドとかオートとかで、今ドライブモードを押すと、だから通常のオンロードモードになるので、これでダイヤル回すと、はい、スポーツノーマルエコーとかになるっていう話です。だからこのダイヤルのモードセレクトの基本の、まあ、セットを決めるっていう、だからダックコントロールでこれを回すとどういう表示になるの、これ速度調整かな、ダックコントロール、今パーキングにも入れてないので、はいっていう、そういうのが決められるって話です。でビューボタンを押してあげると、だからこれが本当ね、タイヤの脇を僕は見たいんですよ。ホイールと縁石今どのぐらい空いてるのっていうのを走行中に見たいんですけど、それがね本当できないっていうのが、でミラーを倒すと、まあ見えるって言うんですけど、ミラー倒すとカメラの位置がボディサイドに寄ってくるので、横から見たいわけですよ。そのなんて言うんでしょうね、ホイールもちゃんと映った状態で縁石までの距離を見たいんですけど、それはないですね。でもこの非接触型の充電器はでかくて本当、使いやすい、でこれだけ広いのになんで縦型やねんみたいな、横型のドリンクホルダーが欲しかったなっていうのはあります。あとここ高い、やっぱね、なんか全般やっぱ今高いですね。この本当はダッシュボードの高さで全体的来てくれれば、あと窓が大きいのでこれフィルム貼りたいですね。フィルム貼って、IR カットやりたい。で、はい、サンルーフついております。結構前方からありますね。まあこれは試乗中もお伝えした通りです。で後ろ見た時に、おこれなんだか分かります？さあ問題です。ちょっと考えておいてください、後で開けます。じゃあちょっと外行ってみましょうか、ちょっと暑いですけどね。はい、運転支援もついております。じゃあ後席の広さチェック、簡単に行きましょう。よいしょ。乗り降りはやっぱ背高いです。まあだからステップをしっかりと使って登ってくる形です。まあステップもほどほどの大きさでいいんじゃないでしょうかね。で足も十分入ります。ほら、人間をダメにするかのようなこのリクライニング家具、結構これリクライニング家具大きいです。しかしシート硬いのでどうだろう、まあでも楽は楽かやっぱ、いやこういうもうだらけた姿勢でも乗ることができる僕の運転視点なので、それでこの感じですよ。で残念なのはこのサンルーフがね、全く後ろの人にとってはほぼ旨味がないね。これちょっと寂しいところではあります。なんかもうちょっとパノラミック的なね、大きいのが欲しいなと思います。でドリンクホルダーで、これだからしまうと角度が、これだけリクライニング角度があるんですよ。これいいですよね。で、はい、これ何かというとトヨタというマーク開けるとドーンと、はい、カーロックだからタイヤロックですよ、トヨタって。はい、これもこれ標準なのかオプションなのかちょっとこれ分かんないです。ご存知の方いたらコメントで教えてください。今さ、キャンインベーダー対策はいろいろ、まあトヨタ側でも、まあもちろん施してきてはいても、いやーどんどん上が来ますよね。だって今もうゲームボーイまで来たわけでしょ。すごいよね、あんなもん微弱電波拾って鍵を生成しちゃうなんて、どういうことですかっていう、って言いながら、はい3列目トノカバーありますけど、まあ僕はボルダリングもやってた人ですので、これ3列目シートを座った時に、まあこれ本当外せばいいんですけど、このトノカバーのね、はい、本当はだからこれ荷物室のカバーですけど外さないで今は横着してますけど、膝元こんな感じ、お尻こんな感じ、もうちょっとちゃんと座る、ちゃんと座ると頭こんな感じ、もうぴったり、お尻ちょうどぴったりって感じ、そんな感じですよ。はい、でその時に膝元としてはこのぐらい、言う通り、まあだから全然座れないわけではないですよね、っていう仕立てになっております。3列目の状況です。まあこれは大事ですよね。で可能だったら僕これ中から開けれたら嬉しいなって思ったけど、でも子供とかが乗ってて中から開けれるようにしたら怖いもんね。だからチャイルドロックとかつけてでもいいから、でも中から開けれたら便利な時はたまにありそうだけど、まあいいのかそんな細かいところは。で 100V あります。であとこれで3列目シートは電動で、これで右側持ち上げるとか、
うん、なんか今無理ですね。なんかがあるんでしょう。はい。あ、ちなみにこれスピーカー、今これバックドアの内側ついてるじゃないですか。だからこれ荷物で傷つけないようにしましょうね。これ素材はね、樹脂だ。だからまあ結構ちょっと柔らかめなので割れることはないと思いますし、鉄とかよりも傷つきにくいから、へこんだりしないから、まあいいでしょうかね。でも、うん、あの大事に扱いましょう。ここさあ外、まずははい、これですよ。250といえばプラドといえばというところで、はい、上側だけが開きます。これ倒しておきたいよね。はい、これ倒しておかないと後ろがやっぱ見えにくくなっちゃうので、うん、なのでやっぱ走行中も言いましたけど、2列目のヘッドレストはやっぱり倒れるようになったりすると嬉しいですね。さあ、あ、そうだ、トノカバー外さないとこれいかないんだ。うん、ちょっと立てておこう。はい、後でやります。ちなみにポンと、おお、結構止まんないね。意外と重たいですね、挟み込み防止。あとはね、ここちょっと高いかなっていうのはあります。床下収納はこんな感じ。まあ床下には3列目シートがあるので、まあしょうがないですよね。だから僕のベルト位置がこのぐらい、まあだから意外と荷室も高いでしょ。大量の荷物を乗せ下ろしする人はちょっと疲れるぐらいな高さに若干あるかもしれないっていうのは、はい。さあでは ZX 見ていきましょう。全体ね、まずはボディサイズ4925です。もう今更でしょう、すいません。幅はほぼ 2m1980 です。高さは1935になります。ホイールベース2850です。最低地上高225です。いやー、なんか無骨感漂う感じで、まあトヨタ本当強いですね。70もあって、この250もあって、300もあってという形で、でこれ ZX は本来は20インチですけども、こういう形で18インチが、だから調べました、試乗を終えてから。なのでこれ18インチレスオプション137,500円かな、レスオプションですよ。なので、はい、265/65/18インチダンロップグラントレック履いております。 AT23 かを履いております。で、はい、ダブルウィッシュボーン、サスペンション、ストローク多そうですね。あ、これしかもルーフレールまでない。これルーフレール外すのもこれレスオプションであるんですけど、これ2万円ぐらいです。まあなので高さが結構厳しい駐車場とかそういったところでは、まあこれ、まあ使わないんだったら、まあスタイル的にどうだろう、外してもいいのかなとは、はい、思いますけれども。でここに積まれているエンジンは 2.8 リッターのディーゼルで204馬力500ニュートンを発生します。ちなみにガソリンモデル 2.7 リッターで用意されており、そちらで163馬力246ニュートン 6AT という形で用意されております。まあやっぱりディーゼルの方がおすすめ、おすすめですよね。トルクも十分あるし、その上で発足オートマという形で仕立てられてますので、まあ重さはこれ2410kg になります。まあ重たいですよ、まあしょうがないでしょ、そのあたりはね。うん、でも重たいね。まあだからそういうのを踏まえると、やっぱ僕は本編でも言った通りですけど、やっぱ70が好きなのかな。でも後ろあたりのこのあたり強靭な感じだよね。この取り付け点、これダンパーの取り付け点です。ラダーフレームが見えております。これラダーフレームね、はい、トラックと同じ構造でございます。さあ、まあということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。まああともっと詳しく知りたい、なんかこの車ちょっと興味あるんだけど、この後ろのスタイルがなんかジープとかにも若干被る、まあそれはいいとして、うん、他にもっと情報を知りたいという方は、もうすでに、うん、オフロードとか走ったりとかいろんなこと他のチャンネルの方やられてますので、そちらを見てください。マナムさんのチャンネルも見てください。この車購入してますので、オーナーの意見としてバチバチ参考にしてみてください。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。イカレホ。